はい。は18時30分を回りました。コスパのすすめ、自分の居場所の作り方の時間です。家事にお仕事、お仕事帰りにあともう一踏ん張り、夜勤の方はこれからファイトのこの時間、空間デザイン心理師の柴田美希がコスパをテーマにゆるりお話しする番組です。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。またツイキャスト、YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。放送中はツイキャスをチェックしていますので、リアルタイムコメントはツイキャスからもらえると嬉しいです。 X も連動しています。スマホの場合はアプリリスンラジオ、またはマイチューナーラジオで聞いてください。 FM ギノワンのホームページから見ることもできます。はい。ありがとうございます。今日沖縄晴れてるんですよね。ね。なんと。おお、逆向きになったからカーテンが開けれる。前はね、前はカーなってましたもんね。はーい。こんばんは。今週も始まりましたコスパのすすめの時間です。はい、メッセージたくさんありがとうございますね。たくさん来てます。はい、まずは、ヤンキチさん、はい、超ビッグな角煮丼を食べ目が点になったミキさん、朝から沖縄そばを食べてるマナミン、こんばんにゃ。はい、こんばんにゃ。こんばんにゃ。何ですか、超ビッグな角煮丼と。ですね、豚の角煮なんですけど、丼、はい、で、400g の角煮が乗ってるお店に行ったんです。でっかいな。400g ってすごいですね。ちょっとそう、だからこう見ようって長い。想像を超える。うん。だけど、その後に劇を見に行く予定だったんですね。はい、で、それがミステリーの劇で、お、自分もそのなんだろう、ビルを舞台にするんですけど、はい、そのビルの部屋部屋で事件が進んでいくんですよ。お、だから演劇する人も動くから私たちもついていって、うん、しかもバインダーとペン渡されて推理をしながら、へ、なんかそ、見るっていう演劇なんですね。だから多分眠くなることないと思うけど、角煮丼 400g これ食べたらね、ちょっと厳しいよね、考えられないよねって言って、あの2人で行ったんですけど、半分こにしたんです。あー、 200g じゃなくて 200g でもまあまあですよね。まあ多いですよね、そ、多分普通が200、でっかいステーキ一つぐらい、うん、ですよね、うん、そうそう。まなみんさんはあれですね、はい、沖縄そばを朝から食べてたんですね。はい、なんか朝そばっていうなんかちょっとちっちゃいカップに、うん、その普通の沖縄そばほどではないけど、
この、まあ、即席のお湯入れたら食べれる沖縄そばみたいなやつがコンビニで売ってるんですよ。ーローソン売ってたかも。あ、そうそう、うん、多分ね、あの、はい、あれコロナの時に沖縄行って、うん、食べるものがなくてお店が全部閉まってたから、はい、それ買った気がする。食べました。おせっかくだから沖縄を感じられるものをもうドンキで買いましたけど、はい、あドンキで、ドンキだけ空いてたんです。あ確かにすごい、ドンキでじゃ巡り合ったんですね。はいはい、うん、あれか、そう、あなるほど、あのカップであの即席で簡単にできるやつ、はいはい、はい、あれを久々に朝食べたんですけど、はい、なんか麺の量がめっちゃ多くてあそうなんですか。なんか 思ってたよりあれなんか前食べた時より麺の量増えてる気がすると思って朝からすごい割とお腹いっぱいになっちゃいましたね朝ごはんにしたんです、はい、あそうそう朝ごはんになんかたまに食べるんですよ。なんか朝のこのなんていうんですかねちょっとさっと食べたいなみたいな時に、うんうんうん、ちょうどいいくらいの量だしそのなんていうんですか本当に早くお湯入れるだけで食べれるから確かにそうです、はい、うん、そしたらなんか結構量が多かったっていうそれをあの、はい、ヤンキチさんもチェックしてた、ね、さんが知ってましたはい、ありがとうございます。たかぼうさんもみーきーまなみーということでこんばんは、はい、こんばんは、ありがとうございます。東京は晴れたり雨降ったり猛烈な風が吹く一日でした。こっちもそうでした。なんか風が強いらしいですね、うん、なんか風も雨もすごいバリバリ言ってました、雨音が、はい、あのガラスにぶつかる音、はい、雨粒がすごいバリバリ言ってました、いや東京もすごかったですね。そうなんですね、はい、そんな高坊さんはあさって沖縄に来るということで、はい、実はね、はい、密かに知ってました。あ、密かに。あ、でも結構誰に聞いたんだったかな。大々的に多分高坊さん言ってるから。なるほど。多分どこかで、どこで聞いたかも分かんないぐらい。どこかしらで耳に入ってる。なるほど。明後日帰るんですね。はい、あ、いいですね。はい、ですね、うん。ヤンキチさん、東京砂漠風が泣いてるっていうことで。うん。沖縄はダム貯水率 45% 少ないですね。そうなんか最近やっぱり少なくて、まあ、雨はちょこちょこ降るんですけど、はい、それでもやっぱり、うん、なかなか足りてないね、うん、そうですね、そうなんだ、うん、心も泣いてる悲しいなんかはい、そして武蔵さん、はい、柴田さん、ミキサーのまなみん、リスナーの皆さん、こんにちはしょい。おー。こんにちはしょい。ズームでのリモート生放送、お疲れ様です。柴田さん、まなみん、お久しぶりです。ということで、本当、お久しぶりです、ね。久しぶりですね。はい。私も久しぶり。ね、お元気でしたか？今日はね、寒かったけど、大丈夫かな？体調とかは。はい、ね、どうでしょう。はい、最近、本当にでも沖縄は、なんかすごい、暑くなったり寒くなったりみたいな寒暖差がすごい気がします、うん、あ、そうなんですね、うん、はい、まあ、確かに。でもね、昨日は寒くなるって言われたのにそうでもなくて、うん、一昨日は油断してたらめっちゃ寒くて、うん、夜家帰るときに車に乗ろうと思ったら車エンジンかけた時に温度が出るんですけど、はい、外気5度でした。あ、すごい激寒でした。あ、日中は何度くらいだったんですか結構日中16度とか7度。あ、すごい、はい、だから油断してヒートテックも着ずに出てたので、うん、はぁーってなりながら車に乗りました。今度は大変だ。はい、よかったで昨日寒くなるって言われて、はい、もっこもこで行ったのにそうでもなくて、うん、なんかちょっと若干汗ばんでるみたいな、はい、難しいですよねこの季節。難しいです。でも今日は寒かったです。うん、で今日は手袋を持っていて手袋したまま運転してました、はい、あ、そうなんですね。
手袋がまだ必要な必要です、うん、なんか今日はね、はい、祝日なんですけど、うん、学校によっては多分お休みだからっていうこともあって両親に来てもらうためかな、あの、うん、卒業式をやってる学校もあったんですよ。はい、で私の知り合いの男性の方ではあるんですけど、うん、その方はもうお父さんが来るって言ったらすぐ嵐になるすごい怒られたって今までもなんかその子供が行きたいって言ったところ連れて行こうと思ったら雨が降るとか、うん、寒くなるとか、はい、出勤があったらしくって、うん、めっちゃ怒られているって言ってましたかわいそうにね、朝めちゃくちゃ晴れてたんで、うん、あのわいい天気でよかったじゃんって、うん、気温だけだったねって思ったんですけど、はい、その後が嵐でした残念です残念です、せっかくのそっか祝日、沖縄はね本当に晴れてたから今日めっちゃ良かったと思うんですけど、ね、穏やかな感じがします、うん、後ろのあの風景が、うん、いやいいな沖縄、いつ行けるかな、ね、今年は。はい、ちょっとお待ちしてますはい、ちょっと今ね、木曜日のパーソナリティの、はい、マダムバシさん、ジュンさん、はい、はい、といろいろお話ししてて、うん、一回ねマダムバシさんの番組に出させてもらったことがあるんですけど、うん、はい、まあ、それがきっかけで沖縄の建物をなんかあのいろいろお手伝いというか、はい、一緒にやることになりそうな気配ですので行くと思います、はい、面白いですねそこからのつながりで、いや本当にびっくりです、まさかこっちではインテリアしかしてないのに沖縄では建物を建てるみたいな、はい、新たな逆じゃないみたいな感じもしますけど、そうですね、距離が遠いほどはい、うーん、いやでもね、だから今沖縄の法規をめっちゃ調べてます。あ、そうなんですね、やっぱ違うんですか、うん、いやそうですね、で記憶がこっちだったらやっぱりね、うん、20年20年って言っても設計やってたのは11年ですけど、11年の間だんだんなんかこの辺のエリアこうかなみたいな、なんかこう蓄積されてたんですけど、うん、はい、沖縄真っさらなんであーなるほど、はい、まっさらなので、うん、とりあえずパッパと調べれるように今もリストを作って、うーん、はい、そんなことを予備準備をしております、はい、面白いですね、でも そちらにいながら沖縄のことをずっと考えてそう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 、沖縄の場所を思い浮かべながらそう、場所を思い浮かべて地図見て、うん、あ、これがここかこれがここかみたいなことをやってます、ね、面白い、はい、だんだんね、はい、沖縄のあの地図が読めるようになるかもしれません、うん、ね、なんか沖縄来た時にはもう全然あの困らないくらいになんかちょちょちょってできるかもしれない、うん、はい、いやもうそうなんですよ、うん、私の住まいも建てて、喜んで、おお、高坊さん、あ、喜んでね、高坊さんもう今年には沖縄に引き上げてくるから、その時に、うん、沖縄の、はい、またあの物件をちょっとミキさんに、はい、建て屋式住居でも構いませんって来てますけどこれはあの台風で吹き飛ばされるんじゃないですかね沖縄だとね、沖縄ほど向いてないあれですよねはい、またビースターですみたいになってる、ビースターですみたい、ビースターは住むにはちょっとあの狭いると思います寝るのさえも多分体動かせないですもんね、確かに、うん、隙間が隙間区切られている、もしかしたら椅子に座ったまま寝ないといけないかもしれない厳しいなそしてヤンポーさん、はい、こんにちは、 あ、 ありがとうございます、ありがとうございます、太平洋まで飛ばされるよってほら言われてますよ高坊さんやっぱりね、うん、そういう心配がありますよね、うん、あ、では首里城で手を打ちます、贅沢だな、贅沢だな、北欧のお家ですよ、
琉球王国の国王のうちです、うん、ビースタからね一気に上がりました、ね、大変だ、うん、いやでも楽しみですね。じゃあこうやってまた沖縄でね新たなお仕事も、いやそうなんです、うん、めっちゃ楽しみです。すごくやっぱり今までやってない建物もたくさんあるので、うん、はい、やっぱねその台風に強くないといけないじゃないですか、うん、あ台風ってあの耐える風ね、うん、ああなるほどそっちの台風、うん、そうそうそう大の風じゃなくて、うん、大の風の方の台風が強いから、はい、多分台風圧とかすごい厳しいんじゃないかなと、うん、あこれくらいじゃあダメだよみたいな、なんかもっと厳しくしなきゃみたいな感じ。そう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 、そうなんですよ。こっちはそこまでね風っていうのは、うん、沖縄ほどはすごくないっていうのがあったので、はい、ただそのガラスのね、うん、窓ガラスの作りが違うんですよ。うんうん、なんかこれサッコさんもなんかそんな感じのことを言ってた気が、はい、そうですそうです、うん、サッコさんと話してて噛み合わなくて、はい、でお互いにんってなって、うん、でよくよく話をしてみたんですね、はい、うん、そしたら沖縄はガラスが窓ガラスのガラスは1枚だって言われたんですよ、うん、でこっちは基本的に今の新しいお家とかは2枚が普通なんですね。ペアガラスって呼ばれるガラスですけど、はい、うん、1枚なのって言ったら、うん、だって沖縄寒くないもんって言われて、あーはいはい、冷気がね、うん、冷気の遮断が必要ないから、うんうん、単板ガラスって言うんですけど、うん、単独の単に、うん、はい、板って書いて単板ガラスけど、はい、はい、1枚のガラスで全然いけるんだって言って、うん、でも台風の時には窓ガラスに直撃、風が直撃してたらガラスがはらむって聞いて、うん、やっぱ2枚にした方がいいんじゃないって思ったんですけどねえどうなんでしょうね。ねえ、いや恐ろしいじゃないそれってね、ガラスが弾けて家の中に飛び散りそう、怖いなと思って聞いてましたそっか、寒さ対策として2枚ってことですね。そうですね、うん、そうそう、防、うんうん、防音じゃない、なんだ、あ出てこない、断熱うーん、はい、断熱のためですね、はい、暑いのも暑いし、うん、沖縄の暑さよりも温度の暑さの方が今暑いので、はい、うん、それもあると思います。でもあれでした、私中学校か高校の時とかは逆にこの 2枚式のやつ、なんかちょっと2枚重なってるみたいな窓で、あれは、うん、飛行機の音、騒音、あ防音ですね、防、あ防音、はい、そうそう防音のためのやつでした。そういうのあるかもしれないですね、うん、そうなんですよ。だからね、なんかいろいろエリアによると思うんですよ、うん、飛行機が飛んでるエリアは2枚とか、うん、そんな感じなんじゃないかなと思うんですよ、ね、そういうのも多分いろいろあるんでしょうね。はい、うん、ちょっとそこら辺も勉強していかないと、はい、うん、わからないことだらけで、ね、あの会話がまたねあれみたいなそうそうそうなっちゃうかもしれない。そうなんです、いろいろちょっと勉強します。ね、これからまたじゃあいろいろ新しい発見が出てくるかもしれないですね。はい、そうなんです、だからちょっと楽しみです。よし、日本は島国なんで、はい、独特の文化だって言われてますけど、うん、また島国の中の島国なんて沖縄ってそうですね、また違う文化があって、はい、うん、はい、ちょっとそれをね楽しみにしています。はい、はい、コメントでなんかすごい首里城で盛り上がってたんですけど守礼門の入り口に縦穴式住居は大丈夫かな
でも手礼の門も結局ね門だけですからね。あ、そういう場所なんだ。門やって門はそれだけど、はい、縦穴式住居を建てるということですね。門の向こうはびっくり。門から首里城の正殿まで結構あるんですよ距離。はい、うんうん、その間にで、その間のどこに観光客でもそこで泊まりますよ、縦穴式住居だったら多分、ね、高坊さんの家を訪れますね。はい、だから首里城の一部と思われちゃう。金網が入ってる窓ガラスだと安全かもね。うん、ちょっとマシかな、はい、っていう感じですかね。でも、まあ、そうでもないかもしれない。今はあれですね、フィルムとかの方が優秀になってるかもしれません、はい、うーん、その台風圧に耐えるようにできてるのが、はい、そのガラスが割れても飛び散らないようになってるフィルムがあるので、はい、貼るだけでいいみたいな、はい、その方が、はい、優秀な可能性もあります。そして、はい、秀樹金子さんからも来てますね。金子さん、はい、アルファベットで、僕は掃除で大変です、はい、自動掃除機ルンバを使ってるってことかな。そういうことかな。うん、どっから出てきたんだろう自動掃除機ルンバ。あ、ガラスが割れるからってこと。あ、ですかね。そういうことかな。うん、そっか。でヤンキチさんは昔ハトが鷹に追われてハトがガラス窓を割って飛び込んできて、割ってハトってそんな力あるんですか。すごいすごい、ね、もう必死だったんだ。鷹の方が強そうですけどね。ねえ、うん、必死だったんでしょうね、うん、へ、ガラス割るほどってあるんですね。ねえ、いや、それはちょっと初めて聞いたかも。確かになんかすごいな。今日朝の番組でもちょっと話したんですけど、小学校の時よく窓ガラスに鳥がめっちゃぶつかって授業中とかにバンみたいな、うん、授業中断するっていうのが何度かあったんですよ。へえ、ないですかそんなこと。いや、ないないな。なんか年一くらいであった気が。赤い三角のねシールつけて鳥ちゃんにも分かるようにしてるところも多いと思うんですけど、はい、田舎の小学校でもなかったな。あ、そんなに。そう、でもその時は割れなかった。ぶつかるのは確かにありますよ、はい、ゼロじゃない、うんうん、けど割って飛び込んできたのは初めて聞きましたね。私も、あ、割るのは初めて聞いたんですけど、はい、ぶつかるのはあったなと思って。ぶつかるのはありますね。そうそうそう、痛くなかったんかなと思って、うん、いつも心配になる。ああ、落ちてはないですもんね鳥ね、うん、あ、でもなんかそれでたまにあのちょっと倒れちゃった鳥とかをなんか保護したりしてました、あの小学校の時。あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあ相当強くぶつかってるんだ。うん、いや、痛かったでしょう ね。はい、あ、そんな話をしてるうちにもう残りなんと3分になってしまいました。はい、いや、コメントも追いつかない、はい、ね、追いつかない、すごい、もうたくさん皆さんありがとうございます。ありがとうございます。いや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 、あ、ガラスを守るアルミサッシ、家の中も、ああ、シャッターのことかな。あ、そうそう、ありますね。うん、あれ、うんうん、あれはやっぱ上等なんですか。いい、うん、うん、やっぱちょっと高いのは高いです。はい、うん、そうですね。シャッターもでも真っ暗になるけど最高とか最風とかできるやつもあるんですよ。お、光とか風が通せるシャッターもあります。うん、防寒帳を閉めるけど風は入るみたいな、はい、はい、そこもありますよ。なるほど、あ、すごいな、はい、ちょっと本当追いつきませんがすいません。はい、はい、今週はちょっと背景のお話はしませんでしたが
大阪の、日本で一番古い公団住宅です。はい、そんなお話はまたいつかします。そうですね、それこそあの窓がたくさんあるのでそう、めっちゃあるちょっとね、これまた今度話していただきたいはいではでは、今日は本当にたくさんありがとうございました。はい、はい、校庭にウミガメもいたよ。そんなことあるんだ、すごいな、沖縄ってすごいな、ね、じゃあミキさん、沖縄の勉強をしつつぜひお待ちしてます。はい、はい、またよろしくお願いしますはい、じゃあ今週もありがとうございました。ありがとうございました。窓通しとか、インコさん、首里城でお待ちしてます。あ、なるほど。